やばい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 。やばいやばいやばい。何した？あ、ちょ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 、待て待て待て、扉が、玄関が開いてる。何したわれ？だっけ今。何しとる？玄関なんか開けたきゃダメでしょ今。いや、ちょ待って。オッケーオッケー、みなちゃん、みろちゃん、みろちゃん、みろちゃんは西村どこ行った？え？みよちゃんはない。あれ。ん？ん？みろ、階段におるがん。どこ？いや、そこで、外で。だからそれ お湯入れてよ、お湯、お湯、ゴミを、お湯、ここはダメ、お湯、こあの中もお湯だけちょっとか触るなって、だけゴミゴミのところの三角コーナーのあのゴミのところの魚の骨と皮をなんと下に落として食べとってびっくりした。食べるんだもんね、あそこだけもう あそこにもやっぱりもう置けない、あの三角のカゴをやめた、何してくれ、やめた、あそこ置いちゃダメだわ、ミロがあそこにもうシンクの中に入り込んでちゃもう食べようとする、なんでこう多いわ、ね、いやいいけん、こんなにいっぱい、もう出血大サービス、ミロちゃん、ボンと正月がいい、は歯磨き粉でやれない、歯磨きじゃないそれ、なんだそれ、これはなんかぼや、早くしてよ、餌が一個だけ混じっとる、薄めすぎて、見るんだ、いえ、俺がやらしてん、うんちが入ってて、この中に、それ違う、餌だけ、餌が1個入ってる、うんちみたいなの、餌だって、餌が1個入ってる、見るんだ、あそこほら、あれと思って、あれおかしいなと思って、どういうことだけ、あんたが持っとるけん、信用してないんだわ、いや、あんたがまたどうなる、見るちゃん、おいで、見る、見る、見る、いや、ちょっと待って待って、おかしいだろ、それ。なんでだよ、なんであんたが持ってる、あんたが持ってる、信用してないもん。あんた持ってみて、一回。いや、酒なんでいいや。見ろ。じゃあ、俺はほら、ほら、こうやって。あれ信用してない。ちょ、うるさい。いや、もういいけど。いや、いいけど。かわいそうだ、そんなもん、なんかもう、もったいぶって。ほら、逃げていたら、俺がやるとかわいそうなん。俺がやると逃げていくんだけど。もったいぶって。いや、俺側に来て逃げていったけど、みのちゃん、暗いわや、電気つけてよ、これ貸して一回、なんか、聞いてない、わからない、記憶にない、ばっかり売ってるよね、意味で言うと嫌われてるわ、マジで、もうあんたがあげて、なんか俺が持つだけで逃げていくからもうやだ、マジか、うん、辛すぎる、マジか、見ろ、おいで、よかったね、よかったね、バイバイ、どれ、ミロちゃんさあ、ミロちゃん、なんで俺はダメだ、ミロちゃん、いや早いな、飲むの
うるせえから話しかけんな。みなちゃん、俺はなんでダメなの。ぶさ黙れ。みなちゃん。みなちゃん、俺はなんでダメなの。なんで信用してないの。何しにしてないの。みおちゃんに対していけずなことしてないじゃん。いや食って出てどっか行ったし。何これ。みおちゃん、え、食うだけ食って話も聞かずに戻ってて。みおちゃん、うるさい、うるさい。頭かしげられたし。あんたそれ持ってる気結構怖いんじゃない多分。ああ、そうだわ、これ持ってるからの可能性が大だわ。確かに。こうやってやるか。これでああやったら、みのちゃん、みのちゃん、みのちゃん、顔面蹴られた。蹴。父さん呼んで。抱っこしたら顔面蹴られたし。いって。顔面蹴った。いやだからこうやって持ったら足でバーンってこう川にキックというか落ちてきて、そのまま反転してベッドにも飛んでた、ね。え、どこか連れて行かれると思うんじゃない。パッてダンスしたら。そうだよ、さっき蹴ったからじゃねえ。やっぱ猫って抱っこ嫌いなの。あれ、俺何も悪いことしてねえのに。ちょっとアイコス知らん。アイコス。知らん。アイコス。お、てか今日あれじゃね？昨日ディズニーで買った半額のやつ。でもこんだけしかないけど、フライパンで焼いてきて。やった。今日焼肉やないか。ヒガチ、俺のアイコスどこやったよ。母親父、俺のアイコスどこやった。芝居は出てるよ。ご飯だよ。お父さんご飯だよ。あ、てかアイコスあとどこに行ったか知らん。あった。元気ありすぎだろ平八。いや、しかもあの平八で今何が一番あるかっていうと、俺がもうちょっかいかけたのあれだけども、それにしても、ね、見てみよ。ここにミロ、あれミロ君がいて、これだからね。足だろ。言われてるよ。いいじゃないですか。
いや呼んでよって、だって呼んでるっつーの、ずっと呼んでるじゃん。なんであんたにミロちゃんずっとつきまとってるのね。知らんがや、ちょっとどけ、ね、持ってやるってこれだい。うん？歩けんくなったの？いやだ、ケツも出てるし。生活変えらんとダメじゃない？やっぱり戦闘で。うるさいわ、もう誰もあだこうで言うなの。分かった、分かったけど、いいよ。タバコをやめたらいいかも。やめた方がいい、ないとるの。歩けんやったらどうするや、マジで。あんたもしょうがないな。いや、しょうがなくないだろ。私はマジで。いいよ。そう。何もできんやないか、今、車も乗れんし。うるせえ。うん。ああ、ご飯くれ、早く。うん？でかい声出すなよ。俺も出したって言ってみよ。じゃあなぜさんでかい声出した今。クマスなんかいらんのいらん、まあ歩けとったやろうが、普通に暴言なんか入ってねえだろ。家の中で車椅子やトイレに行けるならいらんけん。いいよ、早くご飯出せけ。早くご飯出せけじゃねえだろ。せえ、おかしいだろ、早くご飯出せけよ。あ、いいじゃん、出せけ。もう鍵出せって言うくせにお車で買い物するっていう。鍵渡せって言うと渡しとる。運転なんかさしちゃいけんで、マジで。そうやかな、うまく返せよ、このだって。いや、あんた運転できんからね。うまく返せよ、このクソ。いや、あんた運転できんから。寝てていけ。あんた運転できんからね。その前に寝てていけ。もうなんかいらんわ。いや、あんたも生きるしかもねえやん。でも、でもコメントは平八が出ていけ多いぞ。コメント関係ないわ、ね、赤の他人ばっかの書類だから全く関係ない。え、赤の他人だ。赤に他人はどうでもいいってこと。ダメだよ、何しよう、お前。ご飯を先にくれよ、もういらんわ、肉なんて。焼肉だよ。なあ、ご飯くれよ。いや、怒るなよ、そんなにでかい声で。うるせえ。でかい声出すなよ。お前が置けんだから、お前が。いや、今お前普通に俺じゃなくて、お前ご飯ご飯って切れとっただろ。お前が目障りだ。お前が、いや目障りで何でもご飯に行くや、それで。お前過食症か。もういいでやんこと言わんでも。ご飯食べたら入院するわっておかしいでしょ。先生、あ、ちょっと温める温める、それ温める。いいやもう。いや、温める。ああ、ご飯早く食えよ。ストレス溜まってとか、毎日このこんな感じだけどね。なんか朝方もなんかミロちゃんに発狂してたろ。朝もすっげーでっかい声聞こえてきたけど。俺も目が覚めたわ、それ。肉を手で食うな。あ、箸です。あ、いいですよ。はい、はい。偉そうやな。
で、ご飯にサラダ作ったけんさ、ちょっとポテサラ。俺よりも偉そうだな。偉そうなやつ二人にやられて心がやられるんだ。我慢して。あ、マジで？分かった。日本席に住むって。どうやってもその代わりどうやって行くの？あんな廃墟なのに。もっと俺の車ね。あんた車ないよ、うん、ないよ、あるわってないよ、何言ってるの、ないよ、おかしなこと言うね。リスナーさんのおやりでは、平八さんに料理を全部並べてから呼ばないからだよって、これうちイカルトの先生、そうだよって、うわっだって早く欲しいわけじゃないんか。あ？早く欲しいわけでしょ。わけじゃないのよ、無権だわよ。うん？あんたよ、早く欲しいってことじゃん。そんなことないよ。並べて欲しいってこと、早く欲しいってことでしょ。だって今早く出せって言ってたよ。そんなことないよ。アホだって。言ってもいいじゃん。いや、アホよりアホだろ。並べる前にもう食べ出しとるんかね、普通に。うん、目の前にあるものから順番に。でだ。母親のせいか。俺のせいか。どっちだよ。それで。ご飯、ご飯、ご飯。母親に、イカルドさんに朗報コメント。働かざる者食うべからずだそうです。いや、働かざる者を食うべからずってのは、あの働いてないやつが食うなっていうことでしょ。あなたが一番好きなコメントですね、よく言ってる。それがんで、俺はちょっと何ちょっと見分けてんだよ。誰があんたがだよ、そのコメントの代。これで資料でご飯、ご飯と資料、松前漬け。いらんだろう。北海道から送ってもらった松前漬け食べる？いらん。食べらんでいいよ。送ってもらったやつ。食べんの？まあ、またほら、こんなこと言ってそうなるがね。いらんこと言わんでよ。投げたけど、ちょうどここにこれがあったからこれが止めてくれた。なかったら落ちてたわ。これが止めてくれたわ。投げれたの？食べ物。よく言ってることじゃろうか、自分が昔から投げてなんかいないもんね。何ちゃう、お前目が使えるか。いや、こと言わんでもいいけんも、あんた、これを、これをこうやるのは、じゃあ何なんすか。黙ってなるとね。じゃあこれをこうやるのは何なんすか。なるとずらすとしてやるバカ。いや、ずらすって、まあ、これなかったら落ちてたぞ。で、言わんでいいけんも、そんなこと。お父さん、お皿。いや、箸高杉が今度行けんねえ、これ来られてきてはいけない。でも今確かに他の人来ない方がいいかもしれない。八つ当たるからね。そう、他の配信者にも。そう、無理だ。東を抑えられる配信者いないぞ。ない。トゥミさん、お仕掛けからとフェ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 はー。今も怖いもんない。
いや、おかしいやろ、その食い方。うるせえ、ほら、だけいらんのよ。なんか全部取っといたんだから。そんな人がどういう風に食べようか。おかしいやろ、普通に。お前が取っとおけんの。じゃあ、おかしいや、じゃあ、やっ。おいや、じゃあ、あんた温めるわ。ああ、じゃあ、お膳用意して、お膳。やばいって、マジで。あ、でもミロが来るな、あそこだって。ミロ来ないのに。いや、あれ閉めてる、あそこ。ミロちゃん、あそこ。まあ、もう終わんわ。あっち行くわ。もう終わんわって終われんだろ。大して食えくせに。早くどっか行ってくれよ。邪魔だ。いや、明石行くんでしょ。何こと言うの。今言ったじゃん。行くわ。そんなの鍵返せ。ジャイアン。ジャイアンだ。もう、頼むわ。本当に。穏やかに暮らさせてよ。あんたがいらんこと言ってんでしょ、いらんこと。って、別にそんぐらいで怒るようなことじゃないだろう。それぐらいで怒るんだって。薬変えた方がいいんじゃない。いや、いい気いらんこと言わんでも、またいらんこと。言葉で伝える能力がないから怒るんです。ああ、なるほど、そういうことか。それならわかるわ。何でも怒るんだって。今に家族のことも忘れてしまいますよ。だってそうなの。赤ちゃんが泣くのと同じ感覚。そうだよ。これと一対一にさせる方がよっぽどいらんことになるけど。東さんは少し食事制限した方が良くないですか。確かに。結局飯以外にも食ってるでしょ。ご飯以外にも。なんかパンのマーガリンとか、マーガリンとかバターとか両方大量につけてたやん。俺パン食わんし、そもそも。天八はタバコやめた？いや、タバコはやめたの。やめたの、タバコ。うるさいないだろう、もう聞くな。もうコメントは聞いてくるからね。リスナーさんは聞いてくるからね。あ、それを言わんでもいいわな。なんで？じゃあ聞きたいことは言うじゃん。まあ、1個でもいいんか分からん。ごちそうさまは。ごちそうさまか、アキラ出てけよ。なんだか、もうバカかな。だから、だからすればいいや、一服。なん一服すりゃなら。なんいらんじゃねえや、そんな興味津々じゃ。お前は、なんだよ。一日ごとに変わる言葉なんか信じねえわ。おいこそ、じゃあすりゃ。
いらん。すげえやんじゃん。欲しいなら。いらん。うちコロ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 。いやお前がアイコス欲しいんだろ、ただ単に。コロコロコロ。アイコスが欲しいんやろ。コロコロ。欲しいんやろ。コロ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 って何の話で。コロコロが、うん、ちょいちょい。だけど本体やるって言ってるわよ。やるの？いらんわ、お前。本体やるって言ってるわよ。の1時間後でちょっと貸してくれるって言ってずっと取ったほうがよ。ねえ、だって何にも言わねえよ。何にも言わんけんだわよ。何にもねえよ。いや、吸いたいんだろ。要はお前ないんだろ、本体が。あるわよ。車の中で面倒くさいから一番のとこに行っただけだ。いや、あるで、本当に。まあ、見せてやろうか、じゃあ。何よ、何。じゃあ見せてやろうか。ああ見せてみようが。いいで。本当に未成年な。そう、お前これ待っとけよ。もう待っとくわよ。行ってくるまで10秒だからよ。10秒でもっとかかるだろ。かかったらないってことだな。あるわよ。あ、車だ。だるまさん転んだ。これだ。いや、あるわ。そうだよ。これだ。なんだ。何のか。あるがや。あるがや。もう一つのやつ、やつ、やつのことは。はあ。意味がわからん。こっちの方がいいやつだろうがね。いいやつだ、いいやつだけど一つしかねえなと思った。いや二つあるやろここに、お前。ここに。はあ？まあ二つあるやろか。ああ。何でも開け閉めでも鍵閉めねえんかよ。お前が開けてんだね。もうあるよ。見てみろよちゃんとほら。本当だ。一つ。入ってねえわよ。入ってるがよ。ほら入ってねえわよ。あれ？ほら、あれ、あるがよ、ここにあるがよ、いるよ、うわ、タバコ、うん、うん、あと、こんなに二三分でいいよ、あ、十分かよし、ありがとう。あれで元気になったの？あれで元気になったの？いやもう別にこれ2つも必要ないからね俺は。何今の？何でもでかい声出して今。いやよだれ垂らして。あら。みどちゃん色は一緒だからね。
っといいね。なんか言いたげやぞ。なでなでしといて、マジで。かわいい、みなちゃん。こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ここ開けっぱさ、海のが入るって。いや、今閉めてるから。は？どこにある？いや、俺のキャットタワーの上で寝てる。お疲れ様でした。